世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。ちょうどこの今日は四国から飛行機で帰ってきたところです。頭がきれいになっているのは四国で散髪をしてもらったからです。今日の聖書の箇所は勇気を出して実行しなさい。ここからお話をしたいと思います。天皇様、どうぞ豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。私は先々週スロバニアとウクライナに行き、2つの教会とウクライナの1つの教会で奉仕をしてきました。メッセージをしてきたんですね。それとともに世界のいろいろな国々で私はメッセージをし、また日本でメッセージをするという働きをなしています。おそらく日本の牧師ではメッセージ の数が一番多いんではないかと思われるほど私はメッセージをします。しかしですね、私はそのメッセージをすることが非常に苦手だったんですね。2つの理由があります。1つはですね、人前が苦手で人と接触するのに大きな問題があったからです。もう1つは話が下手なんですね。下手どころではなくて支離滅裂になるのです。これは私の人生に大きな悪影響を与えていました。ですから私は人前で話すところではなかったのですね。しかし主はそういう計画を持っておられました。私が教会に行き始めた時にいろいろな奉仕を頼まれ始め、私はそれを OK していったんですね。ところがある時、証をしてくださいと、一番私に苦手なこと、そして一番嫌なこと、一番問題なことを頼まれたんですね。しかし主はその時にですね、私がそれをやるということを御心とされました。私はですね、その時にぎょっとしたんですが、しかし、勇気を出してやることにしたのですね。私の人生の変換点はそこでした。主の御心を勇気を出してやることによって、私はですね、私の前にある壁が主によって打ち砕かれていったのを見ていったのです。もしその時私が引いてしまって逃げてしまったら、私の今の人生はなかったでしょう。主の御心のことを勇気を持って、そして皆さん踏み出してください。主は助けてくださり、そして御業を成してくださいます。どうもありがとうございました。